発売ガガガ文庫。ぬるっと始まりましたが、このコーナーでは本日発売となったガガガ文庫の新刊を一挙にお知らせしちゃいます。要チェックですよ。では今月の新刊紹介参りましょう。一作品目はこちら、じゃん。現実でラブコメできないと誰が決めた？3ちょ、はじかの層、イラスト、椎名黒。第3章、生徒会長ヒロインを確立せよ。7月初旬、公平はとあるラブコメを画策していた。それは日野春幸先輩の推薦人として生徒会選挙イベントを実現すること。庶務、会計監査を務める彼女なら必ず立候補するはず。選挙を通じて育まれていくヒロインとの関係、密かに芽生える恋心、そんな妄想を胸に意気込む公平だが、先輩は選挙に出馬しないつもりらしい。あの手この手を尽くすが、なかなか意志は固いよう。すると、その様子を見た鳥沢から、ある頼み事を持ちかけられる。さまざまな思惑が交差する、実現するラブコメ第3弾。定価759円。2作品目はこちら。じゃん。パパ活 JK の弱みを握ったので、犬の散歩をお願いしてみた。ちょ、餅崎ゆば。イラスト、レイヤ。お隣 JK と繰り広げる、匂いフェチ系ラブコメ。残業帰りの会社員、家事の量は、女子高生がパパ活をしている決定的瞬間を目撃する。彼女には見覚えがあった。同じマンションに住む、お隣の娘さん。光月ノアである。親には言わないでください、何でもしますから。そう懇願する彼女にカジノは一つの要求をする。じゃあ犬の散歩よろしく。奇妙なきっかけから始まった二人の関係は次第に親密になっていき、カジさん、匂い嗅いでもいいっすか？なんで？匂いフェチのパパ活 JK とお疲れサラリーマンが送る新感覚ドタバタラブコメディ堂々開幕。定価704円。3作品目はこちら。じゃん。プロペラオペラ4。著、犬村コロク。イラスト、しずきひとみ。決戦前夜、二度と戻らぬ大切な愛おしい時間。極東の島国、日野。その交換、第一王女、イザヤは21歳。同い年のクロトは、10歳の時に、イザヤにとんでもない狼藉を働き、功績剥奪された曰く付き。しかし、二人は今、空雷艦隊司令官と、その参謀として、国民の人気を独占する。暇で平和な護衛任務の日常。しかし、イザヤとクロトには余計な催し物が待っている。館内プロレス大会だと言語道断である。一方、在ニューヨーク諜報員のユーリは宿敵カイルの懐に決死のダイブ。かくして、日野とガメリアは史上最大最悪の三角関係が引き起こす大決戦へと加速していくのだ。定価682円。4作品目はこちら。じゃん。ガガブックス。ロメリア戦記。魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した。3。著、有山亮。イラスト、上戸亮。ロメリア二重騎士団。難攻不落の要塞へ。アンリ王の死から2年。人類最強国と目されるヒューリオン王国の号令により、打倒魔王軍を掲げる連合国軍、打倒魔王軍を掲げる連合軍が結成された。連合軍には連合の盟主であるヒューリオン王国を筆頭に名だたる列強国が参加を表明する。ライオネル王国も連合軍に加わり、聖女となったロメリアが
ロメリア二重騎士を率いて魔王軍に支配された難攻不落のガンガルガ要塞攻略に挑む。だが一致団結すべき連合軍は保身と打算、歴史的な因縁から来る対抗心、そして手柄の奪い合いが横行して足並みが揃わない。さらに連合各国はロメリアのことを成り上がりで聖女になった女と見下しており、全く相手にしようとしなかった。定価1540円。以上、本日発売ガガガ文庫のコーナーでした。